スイングフィックス。スイングデザイナーの澤田大輔です。90切りを目指す皆さんのスイングをデザインします。スイングデザイナー澤田大輔プロ。プロゴルファーである父の影響でゴルフを始め、2004年ツアーデビュー、2013年にはティーチングプロへ転向し、おもてなしの心で日々スイングをデザインしています。保土ヶ谷バイパス下川インターから5分、最新のトップトレーサーを完備した横浜スパークゴルフクラブからお送りします。今回のテーマは、高いティーアップで体を平らに回転しトゥーダウンさせない打ち方です。まあ、その各練習場のもうマックスのティーで一番高いティーアップで練習していただけると一番いいです。ではまずやってみたいと思います。もうこのドリルは本当難しいですよ。このようにティーの音が全くせずボールの音だけ出せたら正しい打ち方ができたと言えます。体の回転に傾きを作らずスイングすることはミート率を上げるためには重要で、また同様にクラブをトゥーダウンさせない、ヘッドを垂れ下げずに打つことはミート率を上げるためにとても重要です。ではもう一度打ってみたいと思います。アドレスではソールを地面から離し、まあ、ボールの高さに合わせてセットしていただけるといいです。ここで悪い例をちょっとやってみたいと思います。まずはダウンスイングで体がこのように傾いてしまったパターンです。このように体が傾いてしまうと、もうボールではなくティーを打ってしまいますね。でもう一つの悪い例をやってみます。クラブがトゥーダウン、ヘッドが垂れ下がる、この動きの悪い例をやってみます。もう全くボールが飛ばないぐらいティーしか打てませんでした。この2つの動きをやってしまうと全く当たらない、ちゃんとミートができない状態になってしまうので、体を平らに回転することとトゥーダウンさせないことは非常に重要なポイントになります。トゥーダウンさせないポイントは、クラブヘッドを前に出していく動きになります。その際に左手のこの辺り、小指と薬指のちょうど延長線上ぐらいです。ここでクラブをしっかりと支えていただいて、クラブヘッドを前に出すようにイメージしていただけるとトゥーダウンしないで打つことができます。では打ってみましょう。このドリルは高いティーアップで打つドリルになりますが、地面にあるボールを打つときも同じスイングイメージで行ってみてください。体を平らに回すということはどういうことか、実際は前傾しますので上半身は斜めに回転しているような感覚にはなります。あくまでも平らに回転するという目安は骨盤、ベルトをイメージしていただけてもいいかもしれないですね。このベルトが回転している間傾きを作らずに水平に回っている、これをイメージしていただけるとより充実したドリルの練習になると思います。体を平らに回転させトゥーダウンさせることなくミート率の高いスイングをデザインしていきましょう。高くティーアップしたボールを打つドリルで骨盤を水平に回す動きを習得しミート率を高めましょう。